にちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では2021年ユニクロベスト10というテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。こちらの動画はですね、年内最後となるわけなんですが、今年もですね、だいたい週に4本のペースで皆さんに動画をお届けさせていただきました。かなりの本数を取っているかなと思うんですが、その中でもですね、ラストを飾るのはやはりですね、僕のチャンネルの中でも一番のですね、まあ、人気と言いますか、ヒットしている動画になるんですが、ユニクロをテーマとしたいなというふうに思っています。まあ、ユニクロの商品もですね、各シーズン本当にいろんなものを買ってきまして、年間でいくら買ってるのかなというぐらいですね、僕はユニクロに投資してきたわけなんですが、その中でも個人的に特に印象深くて気に入ってきているものですね、今回は10点持ってきましたので、皆さんに一挙にですね、ご紹介してみたいなというふうに思ってます。おそらくですね、来年も似たような商品出ることもあるかなと思いますし、今年ならではのものも結構あったりするので、ぜひ皆さんですね、今回の動画を見ながら、ユニクロの商品の振り返りをしつつ、来年の計画も立てていただければなというふうに思ってます。また皆さんの方でもですね、ユニクロで買って特に良かったもの、皆さんにとってのナンバーワンユニクロをですね、コメント欄ぜひ書き込んでいただければ僕の参考にもなるかなというふうに思っています。結構な量がありますので、今回の前置きはこのあたりにして、早速本編に入っていきたいなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、ユニクロ年間ベスト10、それぞれのアイテムを解説したいなと思ってるんですが、まあなんといってもですね、今年僕にとって印象的だったのはプラス J だったかなと思いますね。まあ本当に1年前からですね、このラインがスタートして、当初はですね、ものすごい人気があって長蛇の列ができていたわけなんですが、まあそのプラス J もですね、秋冬やって今年の春夏やって、そして今年の秋冬でですね、まあ一区切りになったわけなんですが、まあ本当にですね、感動的と言いますか、満足度の高い商品多かったかなと思ってます。まあ中にはですね、人気すぎてすぐに売り切れてしまったものもあるんですが、その中でも個人的にすごく良かったなと思うものは、意外とですね、そんなに派手さはなくて、最初に売り切れるようなものではなかったんですね。だけども結構長く使っていて、じわりじわりとその良さを感じるようなものなんですね。まあ、特に今僕が着ているこちらの今季のシャツアウターですね。これはですね、セール価格になって今でも売られているようなものなんですが、これは本当に良かったですね。まあ、ユニクロの買い物の中でもこの 1,2 年で一番好きかなと思ってまして、やっぱり私服として着たいユニクロっていうのは個人的にはそこまでたくさんあるわけではないんですよ。まあこの動画の中でもユニクロのアイテムたくさんご紹介させていただいてますが、初級者の方だとか定番的に使いやすいものはたくさんあるので、そういったものをどんどん紹介はしているんですが、僕自身はですね、ファッションがかなり好きでいろんなものを買うわけなので、その中でも本当にヘビーローテーションするものっていうのは結構限られていまして、そんな中でもやっぱりプラス J のアイテムというのは値段は通常のユニクロよりはやや高いんだけども、本当にファッションが好きな人でもですね、満足度が高いものが多いんですね。このシャツアウターっていうのも決して派手ではないんですが、こういった丈があまり長くないようなアウターで、まあ、様々なものを探してみた結果、僕の中では今季ベストだったのはこのプラス J だったかなと思ってます。もっと値段高いものを見てみたんですが、それでもですね、なかなかこれを超えるようなものがなかったので非常に満足をしています。色もですね、ダークグレーでちょっと都会的なシャープな雰囲気も出ますし、生地もね結構厚めなので、撮影している12月後半でもまだまだ使えるアイテムなんですね。僕はこれが気に入りすぎて、中をですね結構着込んでですね、これから先も着たいなというふうに思ってまして、これはぜひ皆さんまだ店頭でも見かけることがあるので、ぜひチェックをしていただければなと思ってます。そしてその内側に着ているものもですね、プラス J なんですね。まあ二つ目なんですが、これもですね、今年買ったユニクロの中では、まあナンバー2と言っていいぐらいですかね、よく着たアイテムかなというふうに思ってます。プラス J のシャツなんですが、襟元がですね、ホワイトの生地を使っていて、まあ大部分はこのストライプになっているシャツなんですが、このですね、クレリックっぽいシャツがですね、個人的には大好物で、未だによく着てますね。これは春夏の商品なんですが、まあ、結構年間を通して着れるんじゃないかなと思ってます。春夏であれば1枚で着てもいいんですが、僕はあまり単体で着ることはなくて、こういった形で内側に着ることが多いんですね。シャツアウターの内側だとか、あとはですね、上にジャケット着ても結構様になるので、このシャツはめちゃくちゃ良かったですね。
まあ、ストライプのですね、太さだとかインパクトも強すぎず弱すぎずというところで、すごく使い勝手がいいんですね。で、サイズ感もですね、ちょっとゆとりがありまして、大きすぎずかといってですね、ピタピタではないので、本当に今の雰囲気をちゃんと汲み取っていながらも、来年再来年まで着れるような、すごく使い勝手のいいアイテムだったかなと思っています。本当プラス J はいろんなアイテムあるんですが、個人的にはシャツが一番好きなんですね。アウター系もいいんですが、こういったシャツアウターっぽいものだとか、まあ実際に普通に着れるようなシャツだとか、こういったもののバリエーションが個人的にはすごく好きなので、ぜひですね、皆さん店頭で置いてあるもの、セール価格になっているようなものもあるかなと思うので、このあたりはですね、チェックをしていただければなというふうに思っています。そのまま3点目まで行ってみましょうか。今履いているボトムスなんですね。これはですね、今度はプラス J ではなくてユニクロ U なんですね。ユニクロ U も個人的にはすごく好きで、よくですね、プライベートでも使っているんですね。特に僕が好きなのは結構ボトムスかなと思っていまして、僕がプライベートでよく履くパンツというのは、こういった黒系のスラックスが多いんですね。細身のブラックのデニムとかはほとんど履かなくて、スラックスが大好きなんですね。というのも、やっぱりこうセンタープレスが効いていて、一定の綺麗さがあるんですね。ですが、まあ、ユニクロ U のものって、基本的にシルエットはですね、ちょっとゆとりがあるんですね。これは春夏に買った、レギュラーフィットテーパードという形なんですが、まあ、レギュラーフィットと言いつもですね、レギュラーよりはだいぶ太めなんですよ。もも周りにはかなりゆとりがありまして、膝から下はテーパードといって、まあ、徐々に細くなるような形なので、やりすぎ感のないですね、シルエットがすごく気に入っていて、僕はこのボトムス、めちゃくちゃ履いています。同じくですね、去年の秋冬に買ったユニクロ U のですね、ワイドフィットテーパードというものがあって、それとこのレギュラーフィットテーパード、2本で回すことが多いぐらいめちゃくちゃ活用してるんですけども、通常のユニクロにはないようなシルエットなので、僕はこれめちゃくちゃ気に入っていますね。まあ通常のラインの中では、スマートアンクルパンツのちょっとゆとりのあるものが最近出まして、それがですね、なかなかシルエットが綺麗なので、ちょっと今度試してみたいんですが、僕のジャストサイズである XS がですね、今サイズ切れしてるので、まあそれが入荷したらですね、今度試してみたいなというふうに思ってます。まあ一般的には先ほど名前出てきたようなスマートアンクルパンツが使いやすいかなと思うんですが、ブラック系のパンツはですね、ユニクロのもう定番的なものなので、ぜひ皆さんもですね、チェックしていただければなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、僕が今着ているこちらのですね、ダウンですね。ユニクロにもですね、本当にたくさんのダウンがあるんですが、その中でもですね、個人的にナンバーワンだなと思ったのが、こちらユニクロとホワイトマウンテニアリングのコラボレーションダウンですね。これが個人的にはすごく気に入っています。まあ、デザインのベースはですね、すごくシンプルなので、使い勝手がいいんですね。大きめのポケットが胸に2つと、あとはですね、腰に2つついていて、あとはですね、縦にですね、ここもポケットがついてるんですね。このポケット使いが1つのデザインのアクセントになっていて、着こなしも退屈にならないのが、個人的にも気に入ってるポイントなんですね。どこかミリタリーライクな雰囲気があるんですが、かといってやりすぎ感がないので、すごく使い勝手がいいというところ、ここがですね、すごくいいんじゃないのかなというふうに思ってます。そしてこのダウンってダブルジップになっていまして、下をこのように開けることもできるんですね。ですので僕は個人的にはですね、下にストライプのシャツだとか、ちょっと丈の長いようなシャツを着てですね、少し裾から見えるような形でアクセントをつけるようにしながらコーディネートをしています。まさに今時期ですね、ガンガン活躍してくれるダウンですし、しかもですね、このコラボレーションアイテムというのは希少な上にですね、今はセール価格で買うこともできるんですね。おそらく1万円切ってるぐらいの価格なので、これはですね、買わない手はないんじゃないかなと思ってます。まあ同じくですね、コラボレーションダウンにはですね、プラス J のものもあるんですが、まあ、この2つは結構好みによって分かれるかなと思うんですが、いずれにしろ今年しか買えないような、まあ、限定感のあるアイテムなので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、続いて6点目のアイテムなんですが、これはですね、僕自身今着てるんですけど、見えない部分ですね。この内側に着ているユニクロのヒートテックですね。今着てるものはヒートテックの中でもいろいろ試したんですけど、極暖がやっぱり使い勝手が良かったですね。極暖でもさらに生地の厚みのあるですね、最上級のものもあるんですが、まあ、通常の極暖ぐらいの厚みがやっぱり使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、色もたくさん持っていまして、白も持っていますし、グレーも持ってますし、
あとはですね、これはランニング用によく着てるんですけども、ブラウンっぽい色合いですね。これもまた愛用してるものなんですね。まあ、肌触りも良くて、すごくですね、使い勝手が良く、なおかつですね、暖かいんですね。まあ、サイズはですね、これはあえてジャストサイズを選んだ方が良くて、体にフィットしてる方がより暖かさが感じやすいかなというふうに思ってます。もう最近はですね、冬本番で寒いので毎日着ているアイテムなんですが、個人的に一個だけネックがありまして、それはですね、首元がですね、ちょっと見えてしまうという点なんですね。特にこの上にですね、シャツだとか、もしくはニットを着ると、襟元からちょっとだけ覗くんですね。それがね、あんまり好きじゃないので、インナーはもう本当に見えないのがいいと思ってるんですね。ですので僕はですね、正直この極暖をですね、カスタマイズしていまして、この裾の部分ですね、このリブの部分を切っちゃうんですね。脇からハサミを入れてガバッとここを切ってしまうと、割と襟元からですね、こういったヒートデッカー見えなくなるので、そのような形で運用しています。まあ、ちょっとした部分なんですけども、インナーがチラ見えするというのはあんまりかっこよくないので、ぜひ皆さんもですね、そういったテクニックを使いながら、インナー使い楽しんでいただければなというふうに思っています。はい、続いて6点目のアイテムなんですが、季節がガラリと変わりまして、春夏のアイテムなんですけども、まあ、特にですね、真夏によく来たのは、もう定番となるんですが、ユニクロ U のエアリズムの T シャツですね。まあ、これはですね、もうユニクロ U という名前はついてますが、もう年間で取り扱っていますし、今ではですね、もうほとんどインラインのアイテムに近いような位置づけなんですが、まあ、シルエットもゆったりめで使い勝手がいいですし、素材感もね、肌触りが良くて上品な雰囲気が漂うので、個人的には大好きな T シャツなんですが、その中でも今年よく着たのが、このネイビーという色合いですね。これがね、非常に良かったんですね。まあ僕はネイビーという色大好きで、個人的には一番ベースとしている色合いなんですが、ただここ数年はですね、ちょっと気分からずれていまして、ブラックを着ることも多いし、あとはグレー系ですね。これが旬なカラーなので、ベーシックなカラーの中ではそちらを使うことが多くて、ネイビーがですね、ちょっと僕の中では着る機会が少なかったんですね。ただこのユニクロ U のエアリズムのこのネイビーにおいては、なんかね、色はネイビーというよりは少し青みが強くて、ナスコンに近いような色合いなんですね。この色のバランスがすごく良くて、僕は今年の夏めちゃくちゃこの色着ましたね。なんかまあ通常のネイビーよりも少し変則的なネイビーの方が今の気分かなとは思っているので、これは非常に良かったかなと思ってます。まあ夏の T シャツはブラックだとかダークグレーもいいんですが、少しだけ色の変化をつけるのも面白いかなと思うので、これは非常に良かったですね。まあ来年もですね、ユニクロ U のエアリズム、ちょっと違った色の展開が出るかなと思っているので、そちらも楽しみにしてみたいなというふうに思っています。その流れの中でまたお伝えしたいなと思っているんですが、まあ夏物ですごく良かったなと思うのは、これ直接着るのが一番いいんですけど、室内が寒いのでちょっとご勘弁いただきたいなと思ってまして、プラス J のですね、オープンカラーシャツのオリーブですね、これも非常に良かったです。通常のユニクロのですね、オープンカラーシャツもすごくベーシックで使いやすいので、まあ、この動画のチャンネルの中でも解説しているんですが、まあ、このプラス A のものはですね、より現代的な雰囲気になっていまして、シルエットがね、やっぱりゆったりめになっているんですね。あとは袖なんかもちょっと長めにできているので、そういった点はこう今っぽいサイズングになっているんですね。で、色合いもですね、すごくいいんですね。オリーブなんだけども、グリーン系でちょっとこうミリタリーライクな感じはしなくてですね、上品で深みのあるオリーブというところがすごく気に入っているんですね。ただ難点が一つだけありまして、このボタンの部分ですね、ここに白いパイピングがですね、もともとついていたんですね。それが個人的にはどうしても気に入らなくて、それをですね、僕は外したんですね。一回ボタンを外した上で、パイピングを細かくですね、取って、そしてまたボタンを取り付けるというですね、一苦労があったんですが、そうすることで非常に使い勝手が良くなったので、僕はこのシャツすごく気に入っています。今年の春夏ですね、ユニクロのインラインの商品でも結構ですね、パイピングのついたシャツなんかも出ているんですが、そこはですね、好き嫌いが結構分かれるところかなと思っています。ただ個人的にはパイピングがないシンプルなものが好きなので、これは取ってですね、かなり活用できたので、個人的にも良かったなと思っているアイテムです。来年もですね、春夏、まあ、コラボレーションライン何が出てくるのか分からないですが、プラス J は今年は残念ながらないかと思いますが、
ユニクロ U ですね、どんなアイテムが出てくるのか楽しみにしたいなと思っています。はい、続いて8点目のアイテムなんですが、僕が今内側に着ていますエクストラファインメリノのモックネックセーターですね。これは非常に良かったですね。最近の動画でもですね、皆さんに解説したかなと思うんですが、このエクストラファインメリノのですね、シリーズは丸首のニットと、あとはですね、タートルネックがあって、そこに新しく加わったのがこのですね、この2つの中間にあたるですね、モックネックセーターなんですね。今のトレンドにすごく合ってるアイテムで、個人的にはですね、襟元の感じが程よく暖かいんだけども、タートルネックほどはですね、長くないので邪魔にならないので、個人的にはすごく良かったかなと思ってます。この手のアイテムはおそらくですね、ユニクロ U の秋冬でもあって、それまた非常に良かったんですが、それはですね、どうしてもずっと買えるようなアイテムではないんですが、定番ラインでこういったモックネックをやってくれたのは、個人的にはすごく感動した点かなというふうに思ってます。色合いに関してはカラー展開そんなに多くなくて、来年ですね、もっと色のバリエーションが増えるとすごくいいかなと思ってるんですね。今僕が着てるのはダークグレー、この色はすごく良くて、ユニクロ U で買ったものもですね、ダークグレーだったんですが、ブラックもいいんだけども、それよりは少し色の変化がつけられますし、ダークグレーのシャープさというところとか、旬な雰囲気も楽しめるので、この色はめちゃくちゃ良かったですね。薄手なので上にコートを羽織ってあげるのもいいですし、あとはジャケットですね、ジャケットの内側に使ってもすごくバランスがいいので、このニットはですね、来年以降も大定番になって、おそらくですね、カラーバリエーションも増えるんじゃないかなという期待感もあるんですが、ぜひ皆さん、まだお店でも買えるのでチェックをしていただければなというふうに思っています。そして9点目はですね、この上に着ているシングルブレストコートですね。これもやっぱり良かったですね。昨年ぐらいからですね、ずっと気になっていたシリーズなんですが、ヘリンボン柄のグレーですね。これが、ちょっとクラシカルな雰囲気もしつつもですね、コーディネートしやすいですし、割とですね、ゆったりめのシルエットなんですね。ラグラン袖になってまして、身幅もあるので、重ね着もしやすいんですね。タイトなコートだとどうしてもですね、ゆったりめのシルエットのパーカーだとか、あとはニット、そういったものを上に羽織るのがなかなか厳しいんですが、こういったボックスシルエットのものだと中着込んでもですね、結構楽だったりするので、そういった点でもですね、使い勝手がいいんですね。そして素材感としてはですね、割とウールに見えるんだけども、かなり軽めの仕立てになっているので、そういった機能的な素材使いというところも満足度が高かったかなと思っています。ユニクロ U だとかプラス J にもですね、様々なコートがあるんですけども、個人的にコートはですね、このシングルブレストコートが価格的にも買いやすいですし、あとはデザイン的にも安定感があるので、すごくおすすめしやすいかなと思っています。まだこちらの商品も店頭で見れるので、ぜひ皆さんにはチェックをしていただきたいなというふうに思っています。はい、続いてラスト10点目は、今僕が着てます、これは秋冬のユニクロ U のステンカラーコートですね。これまたまだですね、お店ですとかオンラインで売ってるかなと思うんですが、このコートもね、すごく良かったですね。通常ユニクロのステンカラーコートってもっとベーシックなものがですね、毎シーズン取り扱いがあって、おそらくですね、もう春バージョンのステンカラーコートもオンラインでは見れる状態かなと思ってるんですね。ただそういったものと比べると、やはりユニクロ U ということもあって、少しデザイン的に癖があるんですが、かといってやりすぎ感がないこのですね、ちょっとゆったりめのステンカラーコートがすごく良かったんですね。なんといってもこのベージュの色合いですね。これが本当に良かったですね。ベージュなんですけども、ちょっと色にくすみがあって、生地の質感もですね、やや微光沢があるところ、ここがですね、すごく個人的に気に入ってまして、秋冬っぽい雰囲気で着ることもできますが、春に着てあげても全く違和感がないかなと思うんですね。特に内側にこういったホワイト系のニットなんかを合わせながら、これからまだ先になりますが、3月後半から4月ぐらいに合わせていただくのもいいかなと思うので、春秋に着るというよりは春用のコートとして今セール価格で買っておくのもすごくいいんじゃないのかなというふうに思ってます。もちろんですね、今時期にも着れないことはないんですね。内側にインナーダウンとかを着てもらえれば、まだまだ冬場に着ることもできますし、春にも活用できるステンカラーコートとしては、これはですね、なかなか完成度が高くて、生地の質感も含めてインラインにはない魅力があるので、すごく個人的にも気に入ってるコートかなというふうに思ってます。ぜひですね、まだギリギリですね、セール価格でも買えるかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。かなりですね、様々な商品、季節ごとにご紹介させていただいたわけなんですが、この中で皆さんが持っていたというものもですね、きっとあるはずなんですね。まあそういったものあったらですね、コメント欄に書き込んでいただきたいなというふうに思ってます。まあユニクロの商品いっぱい買いましたが、おそらく来年もですね、めちゃくちゃたくさん買うと思いますし、新しいユニクロの挑戦だとかコラボレーション、どんなものが出てくるのか、今から僕自身もめちゃくちゃ楽しみにしています。まあ僕のチャンネル見ていただいている方、本当にいろんな方がいらっしゃると思うんですね。もう当初から見続けてくださっている方もいれば、本当にですね、数日前から見始めていただいている方もいると思うんですが、こちらのチャンネルではですね、来年ももうめちゃくちゃ力を入れて、メンズファッションの基本ですとか、トレンドをですね、どんどんお伝えしていきたいなというふうに思ってます。特にですね、このチャンネルでは30代、40代の大人の男性が、まあ、ファーストステップとして取り入れやすいような基本的なコーディネートをですね、皆さんにお伝えしたいなと思っていますので、ぜひ来年の動画も楽しみにしていただければなというふうに思っています。それでは皆さん、良いお年をお迎えください。以上、スタイリストの大山俊でした。また来年の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。